はい、今回はこちら、割烹重吉やっていきましょう。こちらの仕出し割烹というイベントごとの際に自宅に少しいい料理を届けてくれるサービスを展開している割烹重吉。ホームページを見るとですね、料理はとても美味しそうに見えますけども、なんとこちらのお店、料理を届ける直前になってですね、急にお店側からお客さんに対して一方的にキャンセルをしたり、一方的にキャンセルしておいてですね、返金もされていないというですね、もう批判コメントが殺到していますので紹介していきたいと思います。こんな料理を注文するってことはですね、もう多くの人が家族で集まったりですとか、親戚を自宅に招いたりっていう予定なんかも事前に立てていることが多いはずですよね。こんなの料理が届かないからつってですね、予定変えられないわけですよ。それなのに、急に料理が届かないってですね、どうすればいいんでしょうか。しかもですね、返金すらしない。もしくはですね、めちゃくちゃ遅いっていうですね、最悪すぎだろうというふうに思いますけども、ただですね、一方で、この割烹重吉自身はですね、きちんと返金していますっていうようなですね、そんな主張もしていますので、相手側の主張もですね、後半紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら、話題になっているポストを紹介します。半年前に両親が遊びに来るので、奥さんが割烹重吉で仕出し弁当を注文したら、予定の2日前に突然一方的にキャンセルをされた上に、クレジットカードから引き落とされてて、返金もされていないという状況に、後日に1ヶ月後に返金しますというメールが来たけど、その後音沙汰がなく、メールで問い合わせをしたら、トラブルで返金が遅れているので、ちょっと待ってと言われて、1ヶ月待つも返答がなく、その後何度か電話で問い合わせをしても、担当者が折り返し連絡しますを繰り返されて、そのまま放置され、半年待っても返金される気配が全くない。6人分の仕出し弁当代で泣き寝入りをするにはちょっと大きい金額だったので、試しに割烹重吉で検索をしたら、同様のトラブルが割と頻繁に起きているっぽい気配が、中にはお食い初めの2日前に突然キャンセルをされて困った上に返金がないみたいなのもあってよくあることのようで、腹に据えかねた奥さんが警察に連絡することに。警察に行っても最初は管轄外だし、こういうのは警察から直接連絡ができないものと突っぱねられたが、食い下がってお願いをしたら、こちらが電話して途中で警察に代わって話してもらえるということになった。カスタマーサポートに電話をして改めて問い詰めるも、拉致が開かないので警察の人に代わってもらうと、電話越しに警察が出たため相手の態度が一変し、最終的には顧客対応の偉い人が出てきて、今週中に返金しますという回答を引き出せた。警察の人が電話を代わった時、背後で警察無線を流して臨場感を出してたそうで、これってオレオレ詐欺の手口としてよく聞くやつだし、本物はこれをやるんだと思ったっていうですね、こんなポストが今話題になっています。こちらのですね、最初のポスト、いいねとリツイートしておきたいと思います。料理のキャンセルについてもですね、冒頭でお話しした通り、決して許されるものではないですけども、返金をされないっていうのもですね、もっとやばいですよね。半年経っても返金していないということはですね、返金する気がないと思われても仕方ないですよね。そもそも返金に1ヶ月もかかるわけないだろうと。まだですよ、これ。まだようやく警察が出てきて、ようやく1ヶ月だとかって言ってるんですけども、勝手にキャンセルしてるんだから、せめてその人たちは優先的に返金するべきですよね。返金に半年もかかるサービスなんて聞いたことないですよ。これお客さんがキャンセルしてるんじゃなくて、あくまでお店がキャンセルしてるんですからね。お客さんがキャンセルした時だってですね、キャンセルなんてすぐしてくれますよ。もう僕だってですね、キャンセルした時とか普通に即日で帰ってくることがほとんどだと思いますけども、いやー、ここまで遅いっていうのはですね、なかなか珍しいんじゃないかなというふうに思います。特にですね、この割烹重吉っていうのはですね、インターネットでこの注文したりするわけなので、インターネットであればですね、キャンセルして返金なんてすぐできるはずだと思うんですよね。それでも返金していないっていうのはですね、非常に怪しいお店だなーっていうのがですね、よーくわかりますよね。まあ、決してですね、この割烹重吉がそうだと言ってるわけではないですよ。でもですね、一般的に逮捕を逃れようとする詐欺師ってですね、同じような手口を使うんですよ。問い合わせは無視。で、しつこく連絡するとですね、もういついつまで待ってくださいっつってですね、返金期限をまず伸ばすんですよ。そしてですね、また返金期限になったら、いやー、こういうトラブルが起きていて、返金できなくなってるんですよ、つってですね、言い訳をして、また返金期限を伸ばすっていうですね、まあ、こうやってですね、永遠に返金期限を伸ばすんですよ。で、何人かはですね、そうすると諦めたりとか、忘れたりするじゃないですか。その金を自分のポッケに入れるっていうですね、こういうことをやるんですよ、詐欺師って。こうやってですね、返金する意思を見せればですね、なかなか警察逮捕できないわけなので、詐欺師っていうのはですね、こうやってどんどんですね、諦める人たちからお金を躊躇するわけですよね。今回ですね、この割烹茂吉がそうだというわけではないですけども、なんかですね、やり口がもうなんか似てると思われてもですね、仕方のないようなことをしてるわけですよね。で、この割烹茂吉の急なキャンセルと返金がされない事件というのはですね、これ以前から起きています。こちら X で、割烹茂吉っていう風にですね、検索をしまして、かつですね、今年の9月以前のポストを最新順に並べてみました。するとですね、もう先ほどのツイート10月でしたけども、もう9月とかもですね、普通に起きてるんですよ。仕出し割烹茂吉だけはやめとけよ。クレカ決済も済んでるのに商品が届かず、電話かけても誰も出ないぞっていうですね。電話を出ないっていうのはですね、やっぱよく起きてるんですよね。あと商品が届かないっていうのもですね、起きてるわけですよね。で、続いての方はですね、8月15日ですね、この時にもですね、今回のですね、急なキャンセルですとか、キャンセル料を返金しないっていう話ではないんですけども、こういうですね、ちょっとずさんすぎるですね、この仕出し割烹茂吉の対応についてもですね、書かれていますね。仕出し割烹茂吉から何年も前に利用した時の請求書が送られてきた。注文の際にクレジットで支払い済みだし、今になって何これ不正請求電話するも繋がらないっつってですね。こういうなクレームみたいなのも出てるみたいですね。で、こちらの方もですね、仕出し割烹茂吉のキャンセル分、今日ようやく返金されました。もうここで注文することはないだろうし、みんなにもやめとけと言いたいっていうですね、こういうこともおっしゃってる方もいらっしゃいますね。ようやく返金されたっていうことなので、この方もですね、やっぱりなかなか返金がされなかったっていうことなわけですよね。喜んでる方もいらっしゃいますけども、でも圧倒的に今回やばいぞっていう話が多いんですね。でもこの方、先ほどの方ですね。5月に仕出し割烹茂吉。だから5月にこれキャンセルされて、6月末にようやく返金されたっていうことなので、この方は2ヶ月かかってるわけですね。お食い初め膳と お弁当を注文したら、他にも予約がいっぱいで用意できないからキャンセルにしてほしいって連絡が来て、返金してもらうことになったんだけど、未だに返金されない。いつまで経っても返金されないから、6月初めに問い合わせをしたら、6月中には返金って返事来たけどっていうですね。こういうことをおっしゃってますね。ちょっと間違えていまして、この方はですね、5月にキャンセルをされて、で、6月に連絡をして、6月中に返金するよって言ったけど、7月17日に返金されたということですね。先ほど7月17日ですね。これ7月17日、2ヶ月半後にようやく返金された。しかも6月に返金するぞって一度言ってるにもかかわらずですね、また遅れたっていうですね、そんな話になってるみたいですね。で、こちらの方もですね、仕出し割烹茂吉はやめた方が5月初旬のキャンセルした料理のお金まだ返金されていないし、6月締め日もう来ているし、前日にキャンセルとか言われるしっていうですね、こういうコメントがたくさんあるわけですよね。他にもですね、様々な被害者、こういう被害者がですね、いっぱいいるんですよね。っていうのでですね、今回ですね、これ、特別ですね、6月頃とか7月頃にこういうのがたくさん起きたんじゃないかというふうに思われるかもしれないですけども、こちらの方はですね、2021年にもですね、同様の事件が起きているようです。先日、とても許し難いことが起こりましたので、注意喚起のアカウントを作りました。仕出し割烹茂吉で、子供のお食い初めのために、お食い初め膳と大人用のお膳を注文しました。ネット注文時にメールが前日に届くとのことだったのですが、連絡は何もなく、電話もつながらずっていうですね、この方はですね、キャンセルの連絡すらなかったっていう、やばすぎだろうっていうですね、こんな事件が起きてたみたいですね。想像以上にですね、ちょっとやばい、このネットの企業じゃないのかという、ネットサービスじゃないのかというふうに思ってしまいますよね。クレジットで支払いをしているし、1週間以上前に注文しているし、届くだろうと思っていました。しかし、時間になっても届かず、電話をするとすぐにお調べしますとのこと。そこから1時間以上放置。店舗に電話したところ、態度が悪く、威圧的で、うちではその注文をキャンセルしたとのこと。逆切れしてですね、勝手にキャンセルされたんですね。いや、すごいですね。なぜ勝手にキャンセルしている？理由を聞いても本部に電話をしろと。本部の電話番号は知らないとのことで。私たちはどこに電話をすればお話を聞いてもらえるのでしょうか？結局、本部から謝罪の電話もなく、お金だけ取られました。よく調べると同じような方が多くいらっしゃるみたいで、詐欺サイトですっていうですね、もうこの人はですね、詐欺だつってですね、もう言い切ってるわけですよね。気をつけてください。100日という一生に一度しかないお祝いを台無しにしてくれました。騙されないでーっていうですね、こんなポストをされていますね。で、この方のですね、プロフィールはですね、仕出し割烹しげおしという詐欺サイトについてつってですね、もう詐欺だ詐欺だって言ってるわけですよね。星1のクレームを記入しましたが消されましたっていうですね、こういうこともやられてるみたいですね。ホームページでは星4とかですよねとかつってですね、操作されていてすごいですっていうですね、口コミまで操作しているぞつってですね、こういうことをおっしゃってるみたいですね。いやー本当にですね、この口コミが消せるっていうのも問題ですよね。まあ、Google の口コミなんかもですね、結構悪いこと書くとですね、消されるんですよね。そういうのちょっとやめた方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。で、こちらですね、仕出し割烹しげおし、このツイッターのアカウントがありまして、もう今はですね、稼働していないんですけども、2022年ですね、当時稼働していたみたいで、このように、コメントをされていました。仕出し割烹しげおしでは、ご用命いただいた商品をお届けできない場合には、必ず返金対応を行っております。南様のつぶやきを拝見したところ、返金がなされていないとのことで、誠に申し訳ございませんっていうですね、こんなポストをされています。まあ、ここにはですね、仕出し割烹しげおし曰くですよ。必ず返金をしておりますというですね、このようなコメントをされております。まあ、被害者はですね、X 上にたくさんいらっしゃいましたけども、このしげおし自身はですね、いや、きちんと返金してるんだぞというふうに、このようにおっしゃっているようです。まあ、どちらが正しいかどうかっていうのはですね、わからないですけども、あまりにも被害者が多すぎるんじゃないかなというふうには思ってしまいますよね。で、こちらですね、X 上だけではなくてですね、では、Google の口コミどうなってるのかと、Google マップの口コミどうなってるのかなと思ってちょっと調べてみたんですけども、すごい結果となりました。こちらですね、仕出し割烹しげおしっていうので、まあ、割烹しげおしって、これググってみるとですね、一番上に出てくるこのしげおしはですね、星1、それからですね、星 2.5、口コミはありません。星1っていうですね、星1ばっかじゃないかというですね、いや、すごいですよね。3点すらいかないっていうですね、これだけお店があってですね、3点すらいかない。あ、この葛飾区のお店はですね、4.2 ついてますけども、他はですね、1点台ばっかりなんですよね。いや、これだけ、この評価が低いお店っていうのもですね、なかなか珍しいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、被害者っていうのはですね、X 上だけではないわけですよね。で、いくつかですね、このコメントを見ていきますと、これ、口コミが5件もついて、星1しかつかないってどういうことなんですかね。やっぱりですね、ここにもですね、最悪20請求、返金の連絡なし、何度問い合わせても担当者が出ないとかですね、もうこういうことが書かれているわけですよね。もうこれ炎上してから、今回ですね、話題になってから書き込みがされているんではなくって、3ヶ月前に書き込みされてますからね。で、3年前もですね、これ、時間になっても来ないので、本部のサービスセンターに電話したところ、店舗の方から折り返しが来ました。配達のトラブルがあり、今すぐ作り直して配達しますとのこと。結局1時間遅れで到着。お料理は冷め切っていて、正直全く美味しくなかったですし、本当に手作りなのか疑問なのが多かったです。遅れたことに対して謝罪はしてもらいましたが、配達中にトラブルがあったなら、先方から連絡があってもいいのではと思いました。こんなことであれば自分で作ればよかったと後悔です。っていうですね、こういうことをおっしゃってますよね。いやー、作り直して送ったのになぜか冷めてるっていうですね。本当なのかというふうに思ってしまいますよね。いやー、作り直したんだったらあったかいと思うんですけどね。何が起きたんでしょうかね。いや、回答したのかな急いで回答したのかもしれないですね。まあ、結構ですね、不衛生だとかですね、電話の対応が最悪だとかですね、すごいですよね。でも、ここまでひどい口コミが書かれるお店ってなかなかないんじゃないかなというふうに思いますけども、いやー、いろんな意味で話題になっている割烹しげおしというところですね。で、こちらの割烹しげおしですね、YouTube チャンネルを持っていまして、ここのシェフの方がですね、YouTube チャンネルでこのレシピ、料理こういう風に作るんですよというですね、こんな動画をたくさん上げられているんですけども、こちらは人気のようですね。チャンネル登録者数 11.2 万人いまして、特に炎上してないんですよね。例えばですね、こちらの動画を見てみますと、低評価っていうのはですね、全然押されていない状況ですし、まあ、特に悪いコメントっていうのはないわけですよね。まあ、料理人には悪いところはないっていうのでですね、まあ、お店の運営側にですね、何か問題があるんじゃないかっていうですね、まあ、こういうところが、まあ、垣間見えるかなというふうに思っております。それからですね、仕出し割烹しげおしの公式 YouTube チャンネルもありますけども、まあもう更新されていないようですけども、こちらもですね、特に低評価がつけられることもなくですね、悪いコメントが書かれることもなく、まあ通常通りの運用というところで、まあ特に炎上はしていないというところなので、なぜ X、Google の口コミだけトラブってるのかっていうのがですね、非常に不思議な割烹しげおしというところになっております。全然関係ないお話なんですけども、割烹重義なんかですね、割烹重義って聞くと吉安を思い出してしまいました。皆さんですね、今回、割烹重義というのがですね、お客さんの注文を直前になって勝手にキャンセルをしたり、返金トラブルというのがですね、多発しているというのでですね、今ネット上で話題になっているわけですけども、皆さんこのようなお店についてですね、どのようなご意見がお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。それからですね、こちら、X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。